演武開演。どうも、本日はこちらローソンのローストビーフのサラダわさび醤油ドレッシングを食べたいと思います。と言ってもわさび苦手なんでドレッシングはないですよね。この前のプレミアムサンドと比べるとしっかりローストビーフの存在感がありますね。まあローストビーフというだけで少々お値段は張りますが、それだけお肉の存在感があるということなのかもしれませんし、まずは皆さんとご対面で、これは申し訳ないですけど、でお肉は別の紙の上に乗ってますね。ちょっとお行儀悪いですけど渡してもらいます。ではお野菜もたっぷりで、おお、いい音です。緑が鮮やかですね。では、いただきます。今日のお肉はごまかしがない。プレミアムサンドのローストビーフと違い、余計な、まあ余計って言ったらあれですけど、ドレッシングのごまかしがない分、お肉のうまみをしっかりとかみしめることができました。野菜もシャキシャキしていてとっても美味しかったですし、何よりお肉噛んだ瞬間に牛肉のうまみがふわーっときました。そしてほんのりピリリとくる黒胡椒も良かったですね。ローストビーフはなかなか食べられない料理なので、こうしてコンビニで食べられるということ自体が本当にすごいと思います。というわけでこちらを点数とさせていただきました。七福神参り、すっとこどっこい袴かな。袴で回るのもいいとは思いますけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。